著者、山本周五郎。千代神安頓。土徳七味春五郎。江ノ島と、やめる日ボタン。超家のものであろう。十八区になる娘と、その乳母とも思える老女の二人が、しらじらとした秋風の道を、 藤沢の宿から江ノ島へ向かって歩いていた。道場も大家の奥に使えるらしく品のある人柄だが、娘はまた飛び抜けて美しい。つやつやと黒い髪と同じように黒い大きな瞳だけでも見る者の心を引きつけずには置かないだろう。どこか弱々しさがあるだけ透き通るほど白い肌に、 鮮やかな唇の赤が、どうかすると、やめる火ボタンの花といった感じを与えている。お疲れではございませんか道場が気づかわしげに振り返った。森を遊ばしては、後でまたお体に触りますよ。すけの追いつくまで少しお休み遊ばしては。大丈夫よばあや。今日はなんだかとてもいい気持ちなの。 松の匂いが風と一緒に体の中へ染み込んでくるようだわ。空の色などもお江戸とは違いますね。まるで春のような緑色をしているわ。片瀬川に沿った明るい道が松林に入ると、松の香りを含んだ爽やかな風がひんやりと肌に染みる。ふとすると風の音に混じって、 遠くからかすかに塩剤が聞こえるほどの静けさだった「待てその女ども待て」突然後ろからそう呼びかける声がした「待て」というにほんのれ待たぬか老女と娘は何事が起こったのかと振り返った一人の若侍が走ってくる辺りを見回したが他には誰もいない 自分たちを呼ぶのかと不審げに立ち止まっていると、はせよってきた若侍はいきなり二人の前へ。太いやつだもう逃がさんぞと叫びながら立ちふさがった。老女は本能的に主人を背にかばった。辻斬りとか追いはぎの類だと思ったのである。しかし、相手の様子を見るとすぐ、そういう鳥類とは、 あまりに違っている人品なので、もう一度不信を起こした。若侍は二十七五でもあろうか。色の白い眉のひ入れた素晴らしい美男である。方の線こそ少しきついが、高い額から鼻筋へかけてのそそるような気品は、街道の孫やカウカキなどが一口に、歌舞伎者だな。 根を踏みそうな色めいたものをさえ感じさせる。その上、みなりもよく安く見ても、四五百国鳥のバカ様という滑覆だ。老女はしかし、油断のない身構えで言った。あたくしどもに何かご用でございますかしらじらしいことを申すな。若侍は激しく遮って、いかにも見かけは、 両家のもののように作っているが、もうその手は食わぬぞ。さあ、昨べの品を返せ。何をおっしゃいますやら、とんと下しかねまするが。もしや、お人違いではございませんのか私どもは。ええ、やめい。昨べの宿で、拙者の旅路より、金子を盗み去ったのは、その方ともにそういない。それとも、人違いと申すなら、藤沢まで戻れ、番所へ参って。 利比を明白にしよう。どうだ失礼ながら。あなた様は、人違いをなすっておいででございます。道場は初めて、微笑しながら言った。私どもは、江戸表、日本橋小伝馬町のご福所、松田屋茂平のうちの者。こちらにいますのは、主人のナミ。私は、メス使いの袖と申して、主人が気晴らしの保養旅で、 江の島へ参景の途中でございます。うろんをお示ししますなら、旅切手をご覧に入れましょうから、しばらくお待ちくださいまし。もう下男が追いついてくる頃と存じます。いや、しかし、どうも拙者。若侍は明らかに老媒し始めた。老女の態度を見、その言葉を聞き、 さらに、めの姿を見ているうちに、ようやくこれは、人違いだということが分かってきたらしい。色白の方が、みるみる赤く染まったと思うと、広く恥ずかしそうに。いや、これは、まさに、まさに、人違いをしたようです。旅慣れるものですから、それに、乗っ引きにならぬ金子で、どうも、夕べ宿で泊まり合わせた女が、 あまりお二人に似ているものですからつい。どうぞ、お許しください。ばあや、ちょっと。娘が道場を目で招いた。そして、身元で何かささやくと、道場は微笑しながら向き直って。人違いとお分かりくだされば、私どもも安心でございます。それで、あの、はなはら失礼なことを申し上げますが。 お旅先で俗にお会い遊ばしては、さぞご不自由でございましょう。もしなんでございましたら、私どもが御用立てを。いや、いや、とんでもない。若侍は慌てて手を振りながら。ご講師は誠に片付けないが、そんなことは決して、誠に。どうかただいまのことはお忘れください。ごめん。そう言うと、呼び止める隙もなく、まるで逃げるように。 走り去っていった。月ぬ絵にし。本当に、お気の毒な。まだよなれないご様子なのに、道中は、こうございますことを。道中が、つぶやくように言った。薄めの瞳は、座れるようにいつまでも、若侍の後ろ姿を見送っていた。透き通るような白い方には、 いつか生き生きとした血の色が動き、湿った赤い唇の間から漏れる息吹は隠しきれぬ感動に震えていた。老女はすぐその様子に気づいた。そして娘の感動を壊れやすいギアマンでも手にしたかのようにそっと身を遠のきながら荒ぬ方へ目をやった。まもなく下男の安家が追いついてきたので、 主従はそのまま江の島へ向かったが、娘の名には、もうそれまでの晴れやかさをなくし、美しい海島の風景にも心を楽しまずともすれば、潤みを帯びた目で、うっとりと遠く面影を追う様子だった。一目の恋。そうかもしれない。体が弱く日頃からこもりがちで、世間にも とにも触れることの少ない娘の心は、清らかに乾いた砂地のようなものだ。つゆが落ちれば、そのまま染みいるに違いない。ことに、あの見知らぬ若侍の美貌は、波の美しさといかにも似合わしかった。一度い見た上は、どちらもその他に似合わしい相手を見つけることはできないだろう。 まわり合わせなのだ。道場袖はそう思った。鎌倉へ回っても、娘の様子は同じだった。そして、四五日そこで滞在するはずだったのが、一夜止まっただけで、ナミは江戸へ帰ろうと言い出した。ずっとお旅続きですから、二三日お休みになってからになさいましたら、でないときっと、 お疲れになりますですよ。でも、帰りたいの。ナミは、寂しげに言った。やはり、うちの方がいいわ。空の色も、虫の声も、お枝とは違って、なんだか、身に染みるようなのだもの。帰りましょう。それは、ふっと目をそらせた。宿から、かごで出た。乗り詰めでは、 顔も疲れるほどがやで昼をとって少し歩き川崎の宿へかかると黄昏になった「ここで泊まろう」というのをそれが巡り合わせなのであろう黒玄すれすれに川を越して道を続けた主従は気づかなかったが神奈川の宿あたりからずっとつけていた。 二層の良くない三人連れがあった。中の一人は、高方に刀傷のある、カミソリのような目をした男だったが、娘たちが川を越すのを見ると、得たりといった様子で、連れの二人に目配せをした。波と袖の籠を先に、夕闇の道を、更新塚の松並木へかかった時である。おい、 そのカゴ、ちょっと待ったくれ。そう言いながら、例の三人がバラバラと行く手へ立ちふさがった。ギラリと、棒花のちょちんに光るものを見て、カゴカキたちはあっと叫んだが、カゴをそこへおろすなり、横っ飛びに逃げ出した。の、なんだ、なんだお前たちは。ゲノンのやすけは、それでも震えながら、主人のカゴを守ろうとしたが、 後ろへ回った一人が、ずっとを寄ったと見ると、道端の草むらへ、したたかに叩き伏せられてしまった。おい、出てきねえ。傷の男は、光るもの波の籠の垂れへ突っ込みながら言った。静かだが、凄みの効いた声だった。バーを出すなよ、ごってんです。さあ、出るんだ、娘さん。おとなしくすりゃ、 痛い目を見ずに済む。何もおめえをどうしようというのじゃあねえ。小田馬町の店から金の届くまで大事におもりをしてやるだけだ。出てこねえのが。はい。ナミが。タレをあげて出ようとした。その刹那である。袖の籠を押さえていた仲間の一人がわっといって飲めり、もう一人が当て身でも食らったか。 声もなく、転倒したと思うと。おのれら、一人も逃さんぞと、叫びながら、現れたものがあった。傷の男は、とっさに向き直る。その面上へ、間髪を入れず、さっと大剣が伸びてきた。気合の鋭さ、危うくかわしたが、受け切れぬと見たか、傷の男は、いたちのように素早く、松並木の中へ飛び込んで逃げ去った。待て、うぬ。 待て、くせ者叫びながら、王としたがすぐ、カゴの方に気づいて振り返った。カゴから転げ出て、しっかりと主人を抱きしめていた袖は、戻ってきた相手を見るなり、思わず、あっと声を上げた。まあ,あ、あなた様は。千鳥の曲。 虹の喜び。本当に不思議なご縁でございますこと。まったく危険です。逆月にたつ三つの酒でもう目の縁がほんのり染まっていた。江ノ島堂の時は拙者の方が俗にあい、今宵はあなた方がこのようなご災難。再びお目にかかるのも不思議だし、災難が似ているのも不思議です。ああ。 忘れていましたが、拙者は万州老人で、佐伯助次郎と申します。ああ、ご老老でいらっしゃいますか。身寄りの者が江戸にいるので、それを訪ねて参る途中ですが、そこへ届ける金子を盗まれたので、あのような取り乱した様をご覧に入れてしまいました。ご大金でございましたかええ、おなしも相ほどの高ではないが、老人の身の上では、 すぐ調達もできず、と言って、その金を持たずには、志す先を尋ねるわけにも参らぬ事情があるものだから、何とかして取り戻してやろうと、先回りをしていたのです。それが、思わぬところで、お役に立ったのは幸せでした。最近スケジュローと名乗る若侍は、そう言って明るく笑った。波はまだ、 一言も口をきかなかった。更新塚で救われた相手が彼だと分かった時から、大森塾のこの宿の人まで食前を前に相対してもう半時以上も経ったが、あまりに意外な再会の喜びが体中に火と燃えるようで、目を上げて相手を見ることさえできないのだ。本当に、これは、 江ノ島の弁天様のご加護でございましょう。さあ、どうぞ、お母さに遊ばして。いや、もうダメです。スケジュールは、酒好きを伏せた。酒は、たしらまの方で、それに、腹が減っているものですから、すっかり酔ってしまいました。お恥ずかしい話だが、朝から何も口にしないのですよ。まあ、それはと遊ばして。何、ありったけ。 取られてしまったんです。実にさっぱりとやられました。はは。竹を割ったような笑いであった。食事の休止は波がした。それとは何の屈託もなく話をしたスケジローが、娘の休止で箸を取ると、急に硬くなるのが目に見えた。娘の目は膝を離れなかった。男の目も眩しそうに、 絶えずよそを見ていた。こんなことを申し上げましては、失礼かも存じませんが、袖が、固くなった空気をほぐすように、お尋ね先へすぐ、おいで遊ばせないのでしたら、ひとまず、私どもへ、お立ち寄りくださいませんでしょうか。実は、お波様がお弱いので、店とは別に、ずっと、 はしばの寮の方にすまっておりますし、そこには、亡くなった主の立てました離れが空いておりますから、少しもよそに遠慮なく、おいで願えるのでございますが。はあ。かたじけないです。が、と、スケジロは気まじめに。何しろ、つまり、そのようなご婦人ばかりのお住まいに、拙者のようなものが参っては、世間の目も、どうあるか知れず、 また、いいえ、決して、決してそのご心配には及びません。両へは滅多に人も尋ねて参りませんし、また、たとえ人目についたとしましても、あなた様は私どものご恩人。お世話を申すのは当たり前のことでございます。どうぞ、そんなお気金を遊ばさず、当分のお宿というつおつもりで、ぜひお運びくださいまし。 どうぞ、おいで遊ばして。初めてナミが、訴えるような声で言いながら目を上げた。スケジローは返事に困った様子で、しかしそれ以上拒むこともできず、しばらくはただ眩しそうに箸を動かしていた。相談が決まった。明る朝の旅でがナミにとって、 どんなに楽しいものであったかは記すまでもあるまい。みちみち袖が付近の風物をスケジローに説明するのを聞きながら、彼女の表には、いくらか不安そうな、そして震えるような喜びの微笑が虹のように消えつ見えつしていた。はしの寮へ着いたのは暮れ方であった。 店の方へは知らせてないので、別に迎えのものもなく、意外に早い帰宅で驚いている二人の箸ためと宮番をせき立てながら、袖はすぐに離れの帰宅をさせた。寮は、創泉寺の地外れにあった。千坪ほどの敷地に、大河から水を敷いた戦地があり、税を凝らした母屋と、 池を隔った黒竹の植え込みの中に茶室風の離れが立っている。寮を出て少し行けば、まさきの私で、向島の桜並木も、木坊寺の森も、四個の内にあった。明る朝の起き出に、横木戸から寮を出た助次郎は、波の指さすままに、あたりを見回しながら。うん。 これは完成ですな。と、目を細めながら言った。有馬にあった拙者の別屋敷が思い出されます。江戸にもこんな静かな景色があるのですね。ここまで来れば、お江戸も田舎でございますわ。実に静かだ。こんなところで一生暮らすったら。スケジーは、ふとつぶやくように、 ごぼれ花。秋の明るい日差しが正直にあった。ナミは琴を弾いている。楽器ほど人の心を反映するものはないという。もしそれが事実なら、今ナミの指下に共鳴する十三弦の音色の美しさは、その澄んだ生き生きと弾みのある韻律は、そのまま 彼女の胸の内を漂白するものに違いない。スケジローが来てからもう7日になる。この日日、波はまるでしおれた草が雨を得たように、方にも目にもりのある光がたえられ、久しい間忘れたように手も触れなかったことを、四五日この方はりさえあると座に直すのであった。 ナミはふと手を止めた。丸窓の障子に人影が映っているのに気づいたのである。ナミはツとを立って窓を開けた。萩の中にスケジロが佇んでいた。まあ、佐伯様でございましたか。いや、ごめんなさい。男は恥じるように苦笑した。 お稽古の邪魔をしてしまいましたね。懐かしい曲を聴いたものだから、つい誘われてきたのです。まあ、恥ずかしゅうございますわ。ナミは、頬を染めながら、縁側の方へ出た。あまり手にしませんので、すっかり忘れておりますの。さぞ、おかしかったことでございましょう。確か、千鳥の曲ですね。はい。でも、 間違いだらけで。これを聞くといつも姉を思い出すんです。助次郎も縁先へ歩み寄ってきた。裾に萩のこぼれ花が哀れについている。お姉様がおいで遊ばしますの母代わりのいい姉でした。拙者はわんぱくものでいたずらの絶え間のない方でしたが。 強くは叱ることもできないという風な気の優しい姉でした。不幸な悲しいことばかりの境外でしたが、いつもじっと我慢して、その我慢ができなくなると一人でそっとことを取り出し、忍び根に引きながら悲しさを紛らわしていたのです。それが、いつも千鳥の曲でした。助次郎の目は、 空高い雲を見上げていた。さぞ、お美しい方でいらっしゃいましょうね。美しい人でした。今もあなたの弾く曲を聴きながら思っていたのですよ。姉は美しい人でしたが、あの美しさは幸せ薄い周り合わせを持っていたと。今はお幸せなのでございましょう。 三年前に二十三で亡くなりました。スケジロはふと自分の詠嘆に気づいた風で、いや、飛んだ話になってしまいましたな、と強いて明るく微笑した。この曲を聴くと道を歩いていてもすぐ姉を思い出す癖がついているものですから、つい自分に負けて、 悲しいことを申し上げてしまったのです。どうかお聞き流しください。いいえ、悲しいものには悲しい人の話が慰めでございますわ。ナビはそっと袖口を目に当てた。お姉様のお身の上がなんだか私のことを聞いているようで、つい身につまされてしまいました。あなたは 悲しい身の上ですって。このようなうちに住み、松田への一人娘という身分で、贅沢なことをと、おぼしめすかもしれませんが、母には早く別れ、父も死にましてからの波は、ばあやの袖の他に、真実、いたわってくれるものもなく、弱い体で、行く先の楽しみもない、悲しい身の上でございますわ。 拙者がいけなかった。スケジロは笑って言った。あなたは姉の話に釣り込まれたのですよ。この葉の散るのを見ても泣きたくなる。箸の転げるのもおかしい。あなたはそういう年頃なんだ。そんな風に考えてはいけない。もう、この話はよしましょう。そう、おぼしめしますかナミは。 訴えるように男の目を見上げた。佐伯様にはダミが幸せに見えまして。いいえ、そでは知っておりますわ。私、何もかも捨てて尼になろうと。くたびそう思ったか知れませぬ。松田屋は百万長者と言われましても、いつどうなるか知れぬ店ですわ。そして、 店などがどうなろうと、波に関わりはございません。身一つになって、世間から逃げることができたら、その方が、私に幸せだと思います。スケジロの目は、燃えるように、娘のうなだれた襟元に注がれた。袖が静かに入ってきた。ああ、佐伯様、こちらに。 お邪魔をしています。スケジロは、ぎょっとして身を引いた。つまらぬ話をして、涙の悲しがらせてしまいました。どうか、袖殿からお詫びを言ってください。拙者はこれで。まあ、お待ち遊ばせ。袖は、慌てて呼び止めた。梅雨の夜空。 深夜の投げつぶて。袖が呼び止めたのは、若い主人の哀れな身の上を語るためであった。話は日暮れまで続いた。松田屋の主人モヘイは5年前に死んだ。店は今日の松田屋の系統で、今でも今日の方を本棚と呼んでいるし、人頃は本棚の次男、辰之助を、 なみの婿に迎えるという話もあったくらい、両方の店は深い関係を持っていた。しかし、もへいが死んで三周きがすんだ頃から少しずつ店の様子が違ってきた。はじめはそれと気づかなかったが、支配人のきえもんが、うわべは実直に装いながら、実は腹の良くない男で、いつか、 店の勢力を自分の手に握ってしまい、本棚とは自然と手を切るようにこさえ始めた。これは店の利益を確実にするという口実であったが、無論本心はそうでなく、自分の位置を不動のものにする第一着手だったのである。本棚との縁が切れれば、達之助と奈美の縁談も、 自然と消滅する形になった。ナミにとっては見ぬ人であるが、一度は婿に迎えると聞いて、乙女の胸に面影を忍んだ名である。その辰之助との話が無残に破られたとなると、見ぬ人ながら心には痛手が残った。どんなお方であったか、と思い、 また、どのように自分のことを考えていてくれたかと思う。こんなことになって、さぞ怒っておいでなさるであろう。そういう思いが世間を知らぬつぼみのような乙女の心をいつか深く蝕んでいた。そこへ思いがけぬ話が持ち上がってきた。本棚の監視を除き、 達之助との縁を切ったキえモンは周囲の勢いを導きながら自分のせがれの松助をナミの婿に迎えようと図り始めた。ナミは無論頭から拒絶した。しかし、どうすることができよう。店には真実のある者がいないわけではないが、実験を握っているのは キエモンとその腹心の者たちで下手に盾をつけば店を追われるだけである。ナミのために身も惜しまぬ者といえば乳母の袖があるばかりだ。ナミはキエモンの圧迫から逃れるためにおととしの春からこの寮へ来ている。これから自分がどうなるのか。 松田屋の店がどうなるのか、あるじたるべき波にとって、まるでわからない状態であった。わからぬものだ。助次郎は自分の住まいへ戻ってくると、安鈍の傍らにゴロリと横になった。長者番付に乗っている体家でも、裏にはこんな悲劇がある。これだけのうちに住み、B、宝飾をしていながら、 あの美しい人の心は痛んでいるし、あの目には涙の乾く時がないのだ。わからないものだ。窓の外で竹の葉がそそとなる。知らなかった。かく、ため息を吐くように言ったとき、とんと、窓の戸に物の当たる音がした。 寝転んでいた助次郎は、ひょいっと起き直り、そのまま庭へ降りると、母屋の気配を伺いながら、静かに裏手へ回った。裏手は、くぬぎの植え込みになっている。その暗がりから、ぬっと人が現れた。助次郎は近寄りながら、誰だお知れそす、銀太で。何しに来た様子を聞いてこいと呼んだね。 親指が。みんなもう待ちかねているんですから。急いだってしようがねえ。スケジロールは、電報に連勝した。五百や千じゃねえ。何万とま,とまとまった仕事をしようと言うんだ。まだほんの全立ができたばかりだと、そう言ってくんだ <laughs> な。へっへっへ。気がに。銀太と呼ばれた相手は、コンテネ食いの放かぶりを取って、裾をはたきながら。 全立てはいいが、末前は危のうござんすぜ。きざな声を出し上がるな。こいつとらは、腰静かで、痛え目を見たばかりだが、兄はこんないきな量で、小町娘と差し向かいの、おつやに下がっている、いいご身分だ。長きどうして、ひょんなことにでもなると。へへ、あとがこうござんすからね。傷んがそう言ったが、<laughs> それじゃあ、おいらのことずでも頼まれてくれ。いいがスケジロは刺すような口調で。おいらは一番罪の不軽役割を務めているんだ。つまらねえ疑いを受けるなら、たった今からでも身を引くって、な。よ、冗談じゃねえ、兄。そりゃ、てめえはただそういやいいんだ。金蔵は男だ。 うぶな娘と間違いをするほどボケちゃいねえとな忘れるなよ言い捨てるとともにさっさと立ち去った障子に映る影明くる日助次郎は身寄りの者を訪ねると言って寮を出かけた帰ってきたのは夜になってからである しかし、用が足りなかったものか、中二日置いて、また出かけた。その日は、雨模様の空で、野面を渡る風もめっきり肌寒く、橋場あたりのひっそりとした黄昏は、冬のように、香料たるものだった。日のとぼとぼ暮れ。寮から、下南の安家が出てきた。店の印のあるちょちんを手に、 菓し沿いの道を二本包みの方へスタスタと歩いて行ったが、宋源寺の門前まで来るとひょいっと右へ曲がった。この辺りも漁づりの家が多い。そのうちの一構え、黒い板塀を取り回した家の裏木戸から、安家は慣れた様子でスイッと中へ入った。そのまま庭を横切っていくと、 おもやの縁先へ出る。広縁の障子に赤々と明かりがさして、どうやら小坂森でもしているらしい人声が聞こえた。すくでございます。ごめんご。そう呼びかけて、障子を開ける。部屋の中は、食台を左右に四人の男が膝を崩して、逆付きのやりとりをしていた。わざかったじゃないが。 どうしたええ、いつものことですが、抜けるには骨が折れます。ごめんを。身をかがめながら座についた。富吉、杯きをやっておくれ。ええ、もう、それは。遠慮するな。もうすぐこの消えんの世が来るんだ。そうなれば、お前も下男などでは置かない。どこかへ店を出して。 一件の主人にしてあげるんだ。さあ、景気よく飲んで。それから、様子を聞かせてもらおう。その、浪人者というのは、お、そばから、髪の薄い、中老の男が乗り出した。もろん、まだ、いるのだろうな、ヤスケドン。ええ、おりますと、も。 今日もどこかへようとしに行くと言って出ましたが今頃はもう帰っておりましょうそれで二人の様子はどうだなそれがそのやすけはさかきを返して口を押し拭いながらはじめにお話申した通りおなみの方はもうすっかり打ち込んでおいでなさるのですが 老人者は案外の型人で、なかなかこちらの思う壺にはまらず、今夜こそはと狙っていても、まだ檻がない始末で。しようがないな、万等ドン。自ら、消えんと名乗った男は、痩せた色の黒い顔を右手に座っているもの方へ振り向けた。こんなことで夜過ごしていて、 もし、せっかくのいい種が腐ってしまいでもしたら、面倒だ。なんとか、早間に、始末する工夫はないだろうか。ないことはございません。相手は、酒で赤くなった目をあげながら。いつか、私が申し上げたように、明日にでも、お支配人が踏み込んでいくのですよ。胸は違っても、同じ屋敷内。 小田のお金との娘が身も知らぬ男を引き入れているからには、それだけでもみだらものの言い訳は立ちますまい。それが一番の早道ですね。髪の薄い男がうなずいていった。二人ができるまで待つことはない。それだけで十分でございましょう。そういうみだらものには、松田屋の家徳は譲られないという理屈はちゃんと立ちます。 何しろ、肝心の老人者がいる間にことを運んでしまわぬと、またと言ってこんないい運が拾えるかどうかわかりませんでな。お待ち。誰だ消えが、そう、声をかけたとき、広縁の障子を開けて、静かに、助次郎が現れた。お、お前様と、ヤスが仰天して叫ぶ。 動くな。スケジロは、ど鳴って一歩、大きく踏み出した。左手に下げた大剣の塚に、手がかかっている。ヤスは震えながら、尻込みをして、ロ、ロニモロです。今の話のロいかにも、今、話に出たロニモロだ。元、万州辰野藩士で、佐伯スケジロという。そう名乗った色が、おい。 スケジロ、ぐいっと自分の顔を指さして。お前、私の顔を見忘れたらしいな。な、何を言うお前は死んだモヘと今日の松田屋から来た男だ。その自分はまだ二つか三つだったこの達之助。松田屋本棚の次男のお顔を忘れてしまったのが。と、 辰之助殿ええ、動くな。江戸の松田屋がごたごたしていると聞いてやってきた。貴様たちの悪だみの種はすっかり上がっているぞ。四五日うちには親父の伊沢門も来るはずだ。主計横領の企みがどんな重罪かは知っているだろう。格好はできているだろうな。 わたる、はつかり。つばめは、陶器室に帰る。なんという、思いがけないことでしょう。袖は、見違えるように、血色のいい顔になっていた。まるで、夢のようでございますね。葉の腹黒い消えもんをはじめ、葉の男の息のかかっている番頭手代たちが、一時に店から出発するなんて。 本当に、わけがわかりませんですよ。佐伯様とお会いしてから、何度か、いろいろと、幸せが来るようだわ。今から思うと、本当に、江ノ島の弁天様の、お引き合わせかもしれません。景門たちは、お店のお金を持ち出して逃げたそうですけれど、ご信頼から見て、これで縁が切れれば、安いくらいのものでございます。余兵が、 そう言ったのですね。昨日すっかり調いを済ませましたそうで、これまで誤魔化された分とも五千両近い額だと申しました。余兵さんはあの通りの人柄ですから、いずれ本棚からお人が見えましたら、もうお棚も万々歳でございます。本棚からはいつ頃ら来るのさあ、細くも月の末には、 おいでになれますでしょう。辰之助様もご一緒だとか。ばあや。のみはふっと色を変えた。辰之助様がいらっしゃるの？お波様。辰之助様が。ここへなぜ？それを聞かせておくれてなかった。辰之助様とはあの時お話が切れているはずです。それなのにどうして今ろ まあ、お聞き遊ばせ、おなみ様。袖が膝を進めたとき、ごめん、と、縁先にスケジロの声がした。袖は素早くビに目配せをすると、立っていって障子を開けた。降ってきそうな夕闇の中に、外での支度をして立っていたスケジロは、袖を見ると、 微笑しながら。ちょっと、出て参りたいが、降りそうなので、傘をおかし願おうと思って。はい、ただいま。それはすぐ、小走りに入った。お涙の、スケジローは、縁先へ寄りながら。お棚の方が、収まったそうですね。はい、おかげさまで。これであなたも、落ち着かれますね。 あなたはお美しいが、拙者の姉のように、不幸せではない。これからきっと、お幸せになれますよ。何は突き上げるように、障子の木屋まですり寄った。しかし、それより早く、傘を持って袖が戻ってきた。お待ちのでございました。どうぞ。かたけない。でも、これからどちらへ 何身寄りの者のが、今宵こいというものですから。ことによると、拙者も、嗜患することになるかもしれません。まあ、それは結構でございますこと。これで、あなた様がご出世遊ばせば、一時に喜びが重なると、もつものでございますわ。その時は、祝っていただきましょうかな。はははは、と、明るく笑った では、行ってまいる、お涙の。ごめん。波は、答えられなかった。虫が知らせるというのであろう。思わず立ち上がって縁先へ出ると、夕闇の中へ座れるように去っていくスケジロの姿を、瞳の底に刻みつけようとするかのごとく、身を震わせて見送るのだった。 スケジロは寮を出ると、そのまま、まさきの私の方へと歩いていった。くれた空から、雨が降ってきた。とうとう、来やがったが、スケジロが、傘を開くのと一緒に。気がねえかと、向こうから声をかけたものがある。銀太のお迎えが、みんな待ちかねていますぜ。 食ってきやがったから、約束の場所じゃ乗れるんで、遅かったら上半へでも減ろうかって言ってたところでさ。揃ってるんだな、みんな。一得もできてますぜ。そいつは、いい手回しだ。スケジロは、ニッと笑うや、サビのある、いい声で歌い出した。つばめは陶器室に帰る。つゆし降りし、 秋のよにくるカリガネの踏みつかいなみだかきしそろかしくしぐれそぼろとかかるかさのうちからこうたのあいちょうはむせぶようにのずらをわたったげんたよく覚えておばえだけよことのねほろほろと スケジローが静かに言った。若様ま金座のお箱だ。ツバメは遠き。いい文句だな。こいつだけは、おいらの他に歌えるやつはねえ忘れるなよ。いい機嫌だな。左手の草むらから、そう声をかけながら、三人の男が出てきた。先頭にいるわ、高方に。 刀傷のある男。その他の者も、みんな、六号近くの更新塚で、波四重の籠を襲った、あぶれ者たちである。雨に降られて、待ちかねていたんで、自慢の歌より、仕事の手順を聞こうぜ。なに、せくことはねえ。スケジロは、傘のうちで、冷ややかに笑っていった。 傷のゴンベイは知もので、松田屋の土蔵になっている金を根こそぎさろうと。若さは金座を使って一芝居。うまく書いた筋書きだが、どうやら大詰めが閉じりそうだぜ。金座ため、ね、まさか今になって。お手の筋だ。スケジローはもう一度列車した。ここまで運んだ芝居だが、 俺は嫌になった。この仕事はやめだ。くしょ。やっぱりそうか。生地踏める面を持っているおかげで、あの小娘にうつつを脱がしやがったな。金座。傷ンは一歩下がった。ためえ。格好はいいだろうな。今の小歌が念仏があるよ。おい、ゴン。それから、 銀谷に吉公も、鉄も、みんな逃げや使命な。じゃ、始めるぜ。ス次郎は傘をすぼめて放り出した。しとしととふるしぐれの中に、ギラギラと担当が鈍く光り出した。つれつれのまま。 潮髪を切り抜いて貼った暗闘に明かりがおぼろだ。波は丸窓によって庭を見ている。あの世、出たままついに戻ってこない人。明るい笑い声が今も目に耳に残って消えない。今日の本棚からは支配人と二人の手代に付き添われてかつての 約束の人、辰之助が来ている。添えるお方ではなかったわ。何は、そう思う。佐伯様は、立派なお武家。私は、ハキンドの娘だもの。夢を見ていた、私がいけなかったのよ。そう。これでいいのだわ。佐伯様は、きっと、お幸せになっていらっしゃる。そして、 波が幸せであるように望んでいてくださるのだわ。虫の音はもうない。岩面が自然と明るくなったので、ふとを見上げると月が出ていた。へえ、評判評判。遠くから瓦版を売る声が近づいてきた。今なりひら、貝原玄太。 若様の金座と異名を取った部類の美男が、つい誤って踏み込んだ浮世の裏道。悪事はしても非道はせずと、関東一円を、早手のごとく荒らし回った始末から、ついに仲間、傷言はじめ、四人のものを手にかけて、お縄となる始末まで、おなじみ、白老祭利権が、妙筆をもって書き表しましたる一冊。 当の金座は妙長五時鈴ヶ森において御所継となりまする。白人ながら、下に強き若様金座の一代。さあさあ、早いが勝ちじゃ。お早いが勝ちじゃ。まあ、嫌だこと、またお仕置きがあるのね。波は、眉をひそめながら振り返った。それは、 縫い物の手を休めた。近くあげられるたつのすけと波の婚礼に、波の着る日の長縛である。これだけは人手にかけたくないと、この夜ごろ、袖はおいの目にメガネをかけながら、針を運んでいるのだった。ね,ねえ、ばやねえはい コットを出しておくれな。今の読売を聞いて、なんだか気が沈んでしまったの。今夜は、久しぶりにコットを弾いて忘れたいわ。何を忘れたいとおっしゃいます今の読売でございますか読売も、何もかもよ。そして、ただ一つのことを。 残り少なくなりつつある乙女の日のために、一人そっと胸に書き抱いていてみたいのだ。袖がことを取り下ろした。暗闘を消しておくれ。まあ、それではこれが縫えません。いいの。今夜は、お前も婚礼のことなど忘れておくれ。もう今夜きりで。 二度と弾かない曲を聴かせてあげる。袖は、暗闘を消した。開け放した広縁から、畳の上まで月光が差し込んでいる。波は、こと爪を指にはめながら、胸の中でそっと言った。佐伯様、あなたはいつか。 道を歩いていてもこの曲を聴くと立ち止まるとおっしゃいましたのね。今、どこにおいでかわかりませんけれど、ナミはあなたのために弾きますの。お聴きくださいましね。あなたのための曲ですわ。あなたのほかには誰のためにも弾かない曲ですのよ。 祈るようにつぶやいて静かに指を十三弦の上へ下ろした。ひどりの曲が水のような月光の庭へふらふらと流れ始めた。